はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。9月は22日ですね、金曜日でございまして、まったりとした午後でございますね。はい、1時25分でございまして、お昼にね、ビール系飲料 6% アルコール度4缶飲みまして、ふーっとなってますから、これね、すぐに眠たくならないです、私の場合は。あと1時間弱かな、1時間、30分ぐらい、眠たくなったら寝ると、怖いのは今日はウィークデーですから電話がかかってくるかもしれないということですね。電話で起こされるとね、嫌ですね。さて、日経平均マーケット動いておりまして、マイナス121とだいぶ戻してきましたね。でもドル円がね、だいぶ円安になって、 148.129 と、円安の場合株高なんですけどね、最近はこのセオリーがあんまりこう通じない。香港ハンセンは上げに転じましたね、213ポイントですか。その他ですね、原油 WTI は 90.34 と堅調でございます。はい、昨日より上げてますね。注目ドルウォン、ドルウォン最近ね、ちょっとね、動きはこう、なんていうか、他とは違ってる。だいぶ押してきました。1336と。だいぶ頑張ってる感じがしますね。今日はこう、朝から気合を入れてこう、介入してるという感じですね。大丈夫やろか。1336。円がですね、円が安いにもかかわらず、ウォンは常にウォン高の方に行ってると。おかしいやん。おかしいやん、これ。で、金が変わらない。だからドルは普通なのに、ウォンだけ高くいこうというのは、これ明らかに何か意図があってやってはるんでしょうね。お金大丈夫かなと思いますけどね。さて、本題はですね、日本の政治でございまして、日本経済新聞、これは昨日の19時30分、例のごとく会員限定で6行しか読めません。タイトルは、秋国会は懸案優先、首相を解散考えず、与野党なお警戒。マイナス総点検や予算審議、首脳外交など山積、来週前半に経済対策指示という記事でございますね。岸田文雄首相は米国訪問から帰国後、経済対策の取りまとめに着手する。今ね、国連総会行ってはるんですね。国連総会でしょうもない演説して、核なき世界をとか言うてはるんですよ。ね、ほら、そんなわざわざ言いに行かんでええねん。あんた国内にちゃんと仕事しって、僕はそう思いますけど。誰も聞いてへんやん、国連でさんか。ほんまに、もう今や国連って有名無実でしょ。だって常任理事国の 2国がですね、中国とロシアなんですよ。国連憲章守らへん国なんですよ。そんな2つがね、常任理事国やってる 国連って、今や何の意味もない。早く解散せやいねん。そこに行って演説するというね、まあ、しょうもないことをやってるわけです。10月にも臨時国会を召集し、来月ですね、11月以降はマイナンバー問題の収集や2023年度補正予算案の審議、日中外交といった懸案に臨む。衆院議員の任期が折り返しに近づき、10月だったかな、与野党から衆院解散総選挙を警戒する声が出る。首相は22日夕、日本時間21日朝にニューヨークで記者会見に臨み、来週前半には経済対策の柱立てを指示する、柱立てでいいか前はと表明した。あのね、日本経済悪くないですよ。良くもないんですよ。良くもないけれども、今頃あれちゃいますか、あの日銀総裁のあれが、政策決定会合の発表がある頃ちゃいますかね。
追加修正、追加緩和修正見送り、金融政策の現状維持を決定、つまり何もしないということですね。はい、まあまあ予想通りです。日本経済ですね、特に大きな問題はないんですよ、今のところ。だから補正予算を組む必要はほとんどないんですね、まあ、私から見れば。ただ金が余ってるみたいなんですよ。税収は豊かであるしですね、積み残しもあるし、20兆円ぐらい使えるらしいんですよ。でそれを使うという補正予算を組むんですけど、何すんのっていう世界ですよ。特に本当にどこに何をするってないですね。なのに組むということは選挙対策ちゃうかと。でつまりですね、この先ですね、秋にサプライズ解散をするんちゃうかということではないでしょうかね。せっかくね、内閣改造したのに、大臣 1ヶ月か2ヶ月で終わりちゃうのみたいな、そういうこともあり得るわけですよ。今回ですね、待望組、待機組ですか、大臣になりたい、なりたいやけどなれへんという人たちをですね、何人か入れましたね。だからまあ、彼らもお前らいいやろ、それでということで、送り出すんではないですかね。まあ、よう分かりませんけど。ですね、ただこのキッシャンという人はですね、まあ、やっぱりよく分かっていないところがあってですね、補正予算を組む必要もないのに組むと。まあ、金が待ってるからなんですね。なんだったら、なんだったらあれやん、国債買い戻したらええやんと思うんですけど。おいでですね、解散ね、をするしそうな感じがします。だ岸田君というのはね、あれなんですよ、このあれ、しょうもない男でしょ、面白みのない男ですけども、面白みのないっていうことを自分でも多少分かってるみたいで、その面白みのない男はですね、サプライズをやることでですね、俺も取り大事やってんねんでという、この存在感を示したいというところがあるようなんですね。2年間総理大臣やってますけどですね、だんだん人気は下がる一方でございます。で解散をするとですね、そのなんて言いますかね、ちょっと刺激になるわけですね。でやるんちゃうかと言われてますけども、甘く見てるところがあって、この10月からインボイス制度というのを導入するんですね。それは我々みたいなですね、年商にして1000万、いくかいかへんかぐらいのところでうやうやしてるですね、零細業者にですね、ものすごく不利を強いるですね、制度なんですよ。でこれをやるとですね、なんていうか、仕事がなくなる人も出てくるんちゃうかと言われています。で僕らにとってはすごい負担なんです。でまた僕らのような零細業者に仕事を出している企業にとってもすごい負担なんですね。いちいちですね、あのインボイスをやらなあかんということで、要は零細業者からもがっつり消費税取るぞという政策で、わずかね、2000数百億円の税収が伸びるだけなんですよ。なのに我々はものすごい負担を強いられるわけです。これはかなりね、嫌です、はっきり言うて。でこれでね、誰の悪いねんって言ったら、やっぱり岸田が悪いってことになるやん。そうでしょ、伸ばすんかと思ったんですよ。伸ばしてそのうち葬り去ったらええとねと思ってたんですけど、やるみたいなんですね。もうここまで来て今からやめるとは言わないでしょ。ということはですね、これによって支持率下がるんですよ。で実にね、そのね、零細業者というのは自民党支持者僕は多いと思うんですよ。一番多いのは選挙に行かない人ですよ。選挙に行かない人が多いんですけど、行ったら自民党に入れようかという人が多いと思うんですね。でこれが減るということは、支持率において1%か 2% 下がるんちゃうかなと思います。で普通に行ってね、であとはですね、この零細業者たちがですね、こう仕事がなくなって路頭に迷ったりする可能性がありますね。それをマスコミが取り上げてですね、しょうもない制度を導入したとかいうことでギャンギャンと攻め立て始めるのが11月か12月頃ちゃうんかなと思いますね。その頃に選挙をするんであればかなり不利ではないかなと思います。そのあたり多分ね、岸田は何も分かっていないと思うんですよ。この人ボンボンですからね、そのボンボンであって一時サラリーマンしましたけども、この人の痛みって二浪しただけなんですよ。
まあ、あの開成高校という日本一の進学校を卒業して、2年間浪人して東大入れなかったから早稲田の政権に行ったという、その2年間が伊丹の全て。それは大変な思いをされたと思いますけど、たかだか受験やんそうでしょ。だから人の痛みがわからない人なんやなと。だからコロッと韓国に3回も騙されるわけですよ。やっぱ甘ちゃんちゃうんかなと思いますね。はい、で多分解散総選挙をやって痛い目に遭うだろうというお話でございました。日経新聞のこのアドレスを貼っておきますので、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。